ミスター M さん、おはようございます。今回もね、とってもいいお話をありがとうございました。速稼塾の久保でございます。さあ、今回もね、ミスター M さん、あのふんどし一丁、そしてですね、竹槍一本でこれから挑んでいただきたいと思います。今日はね、わらしべ少女って話を撮りましたんで、ちょっと画面切り替えてそちらの方をご覧いただければと思います。もちろんね、この動画をご覧の皆様にもきっとためになる話だと思いますので、一緒にね、見てみてください。それでは失礼します。こんにちは、ガチンコマッチョクロラをご覧の皆様、速稼塾の久保でございます。今ね、私はね、自分のトレーニングルームにいます。こう、牧人があってですね、で、ダンベルとかバーベルがあります。まあ、ガチンコマッチョクラブなんで、私もこういうふうにトレーニングをしているんですけども、最近はね、任天堂のスイッチってのをちょっと高いんですけど買いまして、そのなんかフィットネスゲームがあるんですよね。あとボクシングのゲームとか、あれが結構いいですよ。結構ね、カロリーも消費したりとか、必要なところの筋肉とかを使ってね、毎日トレーニングしてます。ほんと10分もやったら汗だくで、すぐにシャワー浴びないといけないぐらい汗が出るんでね、体もだいぶ引き締まったのかなと思うんですよね。で、今回のガチンコマッチョクラブなんですけども、ミスター M さんのストーリーが語られていました。Are you happy? っていうね、矢沢永吉さんの本が紹介されてましたけども、前回の成り上がりもそうなんですけども、本を見るとね、ボロボロなわけなんですよ、2冊とも。いや、この辺に、このミスター M さんのね、血と汗が染み込んでるなと思うばかりなんですけども、あれがね、新品だったら本当に読んでるのかなみたいな感じですけど、結構ボロボロなんでね。しっかりと読まれて心に刻んだろうなと思います。で、今回のお話はですね、わらしべ長者の話をちょっとね、また改めてしようかと思います。2017年にもしたことがあると思いますけども、わらしべ長者っていうのはあるですね、ちょっとこう恵まれない少年、今昔物語っていうのに出てくるんですけども、あるもう恵まれないこう予作とか誤作とかいうね、まあ、いわゆる今でいう不老者といいますかね、ニートといいますか、職を失った者がお参りに行くんですよね。で、お参りに行って、どうかどうか私を億万長者にしてくださいってお願いするんですよ。そうすると、お坊さん、 お地蔵さんが出てきて、お地蔵さんがね、バッと出てきてですね、菩薩様だったかな。で、まずね、この神社を出た時に、その手につかんだものを大切にしなさいっていうふうに言われるわけなんですよ。で、わかりましたって菩薩がね、その神社を出るわけですよ。で、出ようと思ったら、バカーンと転ぶわけなんですよね。で、転んだ時に、立ち上がった時に、手に、わらしべが、こう、握られていたんですよ。なんだこれはみたいな感じで、わらしべっていうのは、わらの棒みたいなものなんですけども、それをね、持ってこうやって歩いてたら、向こうの方から、子供とお母さんが来るんですよね。で、子供お母さんが来て、その、わらしべを、確かね、あげるんですよね。わらしべをあげたら、そのわらしべでですね、あ、違うわ。まずね、わらしべの先っぽに、金分をつけてこうやって飛ばしてるんですよね、五作が。そうすると向こうから来た子供が、あれ欲しいっていうわけなんですよ。だから、金分のついた、その、わらしべを、じゃああげるよっていうわけなんですよね。で、あげると今度お母さんが、あ、じゃあタダでもらっちゃ悪いんでってことで、こう、何?甘いジュースみたいなものをくれるわけなんですよ、代わりに。ね。で、ジュースみたいなのをもらって五作また歩いていくと、向こうの方でお侍さんが、もうこうへばってるわけなんですよね。で、お侍さんにこの水どうぞっていうふうにあげると、水をごくごくって飲んで、いや本当に助かったよって形で、で、その時にね、なんでそのお侍さんがへばっていたかというと、こう馬がね、馬がそこにこう乗ってきてたんですけども、馬がこうへたばってね、そう倒れてたわけなんですよね。で、その馬にこう水を飲ませてあげて、で、馬もこう元気になったみたいな感じだったんですけども、で、そこでお礼にこの馬をあげるよっていうね、お水のお礼にね、馬をもらうわけなんですよ。ほんと命からがら、もう飢え死ぬところだった、水をもらってね、生き返ったよって感じで、お侍さんが馬をもらうと。で、その馬をもらって、今度また馬と共に行っていると、あるね、商人の方が、なんかすごくね、お殿様に献上するための布を持ってるんですけども、その布をね、早く届けないといけないんだけども、ちょっと足がないということなんですよ。で、足がないんで、その馬をね、こう使ってくださいって感じで使わせてあげるんですよ。もうそうすると、その商人の方もちゃんとお殿様のところに届けることができたというね、ことなんですけども、そのお礼に今度はその、まあ、ぜひね、今回はお世話になったんで、私がね、今度旅に出る時にこの私の家をね、ちょっと見といてくれないかっていうふうにして、留守番を言いつけられることになるんですよ。で、その商人の大きなお屋敷の留守番をしてるんですよね。もうそうすると、いつまで経ってもご主人から帰ってこないんですよ。
その間5年10年15年経つわけなんですよ。で噂に聞くとその商売人の親父さんは向こうでねちょっとお亡くなりになったということで、最後に家を預けたその御作に家をあげるよってことで家をもらうことになるんですよ。ということで、まあ、これは作り話だと思うんですけども、そういった形でねすごく小さなものを大事にした結果、それがわらしべ長者って言って大きなお屋敷を手に入れることができましたっていうのが概要なんですよね。ちょっと前回お話したのと話が前後しちゃったかもしれませんけど、概要はこんな感じなんですよ。まあ、それでね今回ミスターエミさんのお話を聞いた時に、公園で拾った100円玉ね、そっからスタートしました。その100円をどうするかってことだったんですけども、このミスターエミさんはそれをね知恵とかに変えたんですよ。知恵とか精神力に変えたんですよ。どうやって変えたか、100円の本を買ったんですよね。それが成り上がりという本でしたということなんですよ。じゃあその100円を例えば缶ジュース1本買って飲んで終わり、それもいいかもしれません。ところがね、私たちは食べるもの飲むもの以外に知恵とか精神力によって生きている部分もあるじゃないですか。で今回の選択はミスタイムさんはその成り上がりという本を買って、そこからホームレスを脱出するきっかけを得たということなんですよね。で非常にね私はねその現代の成り上がりのストーリーをちょっとねミスタイムさんから教わったような気がしますね。今回は以上です。またメッセージの方よろしくお願いします。